どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室カズレレのガズでございます。本日はお知らせ動画です。今回のお知らせはねこれです。これ皆さんもちろん持ってますよね。はい、リットミュージック社から、出版してるガズの本なんですけど、楽譜の本これですね、この緑が入門者に適してる、最近これニューバージョンの改訂版になってますからね。これ皆さんご存知ですとか、中身変わってるんですよ昔のやつと。これもぜひチェックしていただきたいんですけど、黄色い本は100曲入り、赤い本も100曲入り、これがね、なんとこの累計 3冊で12万5千部を突破という、もうものすごいことになってるんですけど、はい、大ヒットシリーズの今回第4弾が出版決定しまして、今予約受付がスタートしてます。ジャケット公開、表紙はこれです。ドン。はい、今回はブルーです。この鮮やかな水色っぽいブルーがもうたまらないんですけど、とはいえ私もまだね、本になったものをまだ見てないんですけど、今も最終段階でいろんな調整してます。そしてこの本ね、どんな曲入ってんのかなとか、予約もしたいよという方、ここに今リンク貼っとくんで、この先行ってみてください。曲とかね、予約できるサイト、例えば Amazon だとか楽天ブックスだとか Yahoo とか、いろいろそこにリンク貼ってるページ今ありますんで、ここ見てもらうとですね、いろいろわかると思いますが、もう安心のガズレレ、超シンプル簡単アレンジ楽曲、100曲分の楽譜ですから、はい、皆さんぜひこれに引き続きで、新しい今度ね、青い本が仲間入りするよというお知らせ、もう予約始まってるよという今日お知らせでした。そしてね、ちょっと流れですけど、これガズのわがままウクレレ、この薄レレとか、はい、ガズのわがままウクレレ、これはいいウクレレですよ。はい、薄レレと、あとはこのガズの初めてウクレレ、これリーズナブルで初心者の人にももうおすすめの、これね、ガズの初めてウクレレは、販売今中です。で、この、薄レレと、ガズのわがままウクレレ、あとセミオーダーウクレレは現在大好評、予約受け付けております。このガズのウクレレたちの情報、ちょっとここにね集約されておりますので、ここちょっと覗いてみてください。こんな感じでですね、もうガズレレでも新しい最新情報が次から次へと飛び出してくるわけなんですけどもね、もうそろそろもう春から夏にかけてウクレレ楽しい季節に入ってまいります。見てください、この T シャツだとかね、このキャップとか、もういろいろグッズもありますよ。水引きとか、このウクレレストラップとか、あ、ちなみにこのね、水引きっていうのはガズの両親が作ってたり、これはね、ハニーさんのハンドメイドになってます。そしてこちらもご紹介、はい、これはガズレレプロデュース、見てください、ガズレレってプリントが入ってる、これね、リュックサック型ウクレレケースなんですよ。はい、これはですね、リュックサック型なんだけど、ここにもハンドルがついてて、こう横にも持てるんで、こうビジネスマンの方とかね、このースーツにも、まあ、持ち運びいいぞということで、すごく大きいんで、コンサートサイズが入るんですけど、譜面台とか入るポーチもついてるんですよね、付属で。これがすごく便利で、こういうのでね、はい、譜面台とか、カメラの三脚とかいいかもしれないですね、ここに入れたりとか。あともう一個こっちのポーチには、チューナーだとかカポだとか入れたりして、マジックテープで固定できるんで、中でウクレレがザカザカ動かないような設計になっていったりとか、いろいろ考え尽くされてます。そしてあんまりおすすめはしないんですけど、ウクレレ2本も余裕で入っちゃったりするんで、はい、そしてね、このね、薄いのがキーポイントで、生地はすごい厚いですよ。ここの生地はこんな感じで、もうね、どのくらいだろうな、2センチ、1センチに2センチぐらいあります。これしっかり楽器を守ってくれるんですけど、設計上ここ薄くしてるんで、女性が持ってもそんな大きく感じない。この辺のことはね、キャップもね、ここにまたリンク貼っときますわ。このね、グッズもね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうせね、大好きなことをやってるんだったら、まあ、お気に入りのものに囲まれながら、やっていく方がなおさら楽しいと思いますので、まあ、一個のね、皆さんの選択肢に、今日紹介させたものを、入れていただければというふうに思います。それでは、引き続きガズレレ YouTube チャンネル、よろしくお願いいたします。さよなら、バイバイ。